guys! 初恋、こんにちは、ひろちゃんです。どうもこんにちは、琵琶湖の妖精のオーロラナです。よろしくお願いします。はい、今回もですね、皆さんのお時間を10分少々いただいて、いろいろと話をしていきたいと思っています。はい、というわけですね、今日は、川口のヒューマンライブラリーに、来て、今ね、ヒューマンライブラリーが終わったところなんですけども、ルナナさんもね、今日は初めてのヒューマンライブラリーに参加してもらったんですよね。はい、初めて参加してどうでした？いや、なんか思った以上に楽しくって、なんかいろんな方と喋る機会がなんかこんな近くにあるんだなっていうのを知れましたし、あとなんか私は本として出たんですけど、で、最初は私の話を聞いてくれる人っているのかな、どれぐらいいるのかなと思ったんですけど、まあ、想像以上にいらっしゃいまして、まあすごく楽しかったですね。私もね、初めてヒューマンライブラリーに参加した時は本当に、こんな人誰が借りてくれるかなってやっぱりドキドキあったけど、いざね、なんかこういろいろ聞いてくれるっていうかね、自分はこうなんですよとかね、はい、そういうところをこうなんか聞いてくれると、あ、なんか理解してくれるのかなみたいなね。自分は自分としてやっぱり生きてはいるけど、なんかそれをこうなんかちゃんと分かってくれてるのかなっていう、なんかね、そうですね、表現しにくいけど、なんかそういうのあるじゃないですか。ありますあります。なんかだからそれをね、なんかこういう機会とか、そう興味を持って聞いてくれる人がいるんだなっていうのが分かるのはね、なんか嬉しい、ね、すごい嬉しいなと思って、でなんかYouTube とかもちょいちょい見てくださってる方とかもいらっしゃいまして、おー、これはありがたいのすごい嬉しいなと思いましたね。それは視聴者さんとなんか直接話せる機会があるので、なんかそれはそれでね、そうですね、はい。で、そういえばなんかあれ、オフ会かなんかやるっていう。あ、そうなんですよ、オフ会やるんですよ。10月26日に、新宿で18時からやるんですけど、オフ会をご飯を一緒に食べながら、なんかいろんなこと喋ったりとか、例えばいろんな方と触れ合うことで、いろんな価値観とかいろんな世界観を、まあ、知ろうというか、そこから新しい発見だったりとか、新しい気づきを、みんな一つは持って帰ってもらえたらいいなと思うっていう感じの、はい、オフ会です。オフ会、はい、でそれが、自分自身のアップデートっていうのがテーマです。へー、はい、まあ、限定7名様で。まだ決まってない。決まってないです。また10月16日から10月23日までになってるので、期間が、応募期間が、あ、応募期間、はい、1週間ぐらい、1週間ぐらいあるんですけど、Google フォームを作って、まあ、出すので、そこから応募していただけたらなと思います。あ、なるほど、はい、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ということでですね、私は、まあ、いつも通りヒューマンライブラリーで、いつも通りに、なんか質問形式とか、はい、本当ただの雑談だったんだけどだと今日お話ししたチロルの話とかしてたから、チロルめっちゃいいでしたっていう話で、ね、なんかこう、まあ、ちょこちょこ、そのなんかチロルとかけました今、ちょこちょことかけてない、かけてない、関西人とかそういうとこうまいねちょこちょこね、なんかこの、はい、トランスジェンダーだったりとか LGBT とかね、はい、そういうところをなんか入れて、はい、ほとんどただの雑談、で次回12月、はい、違う、次回11月、はい、待って、次回は確か11月じゃなかったですっけ、11月の何日わかんないですけど、11月の10日、11月の10日でまた同じくここの、会場、川口の市民パートナーステーションっていう場所なんですけど、はい、川口の駅のね、すぐ横なんですけど、すぐそこ線路が見えるんですけど、はい、同じ時間12時から4時まで、はい、でね、4時までやってるけど、イベントが毎回最後にあって、はい、でそれが3時半ぐらいからやるから、もうね、12時ぐらいに来ないと読める本がね、そうなんですよね、うん、せっかく今日来ていただいて読めなかったっていう方が結構いらっしゃったので、はいはい、もし興味があるよ、来たいよっていう方がいたら、なるべく早い時間に来ていただけたら、本としてね、はい、
借りることができると思うので。そうなんですよ、はい、一応そこら辺ね、あの伝えとかないとね、今日みたいな方いるとちょっともったいないので。そうですね、はい、説明がね、あの不十分だったので、はい、本当それは申し訳ありませんでした。すいません浦原さんは悪くない、はい、今日びっくりしたもん、ね、来ると思わなかったから。あ、本当ですか。今日来て初めて、いるみたいな感じだったからなんか言ってなかったですもんね、なんか伝わってるのかなと思ってました。いや、全く。あ、そうなんですね。はい、というわけで今回は、ヒューマンライブラリに参加しましたよということで、報告の動画を上げさせていただきました、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。グッドボタンとかね、押してもらえると私とルラナが喜びますチャンネル登録してもらえると嬉しいな。 Alright, I hope you guys enjoyed this video and if you did, please like the video, please share the video and don't forget to subscribe my channel. すげえThank you so much for watching and I'll see you next time. Bye! バイ。ではでは次の動画も見てね。